量子力学の不思議な現象は、半導体の内部の現象や超伝導、磁性など、現代の重要なテクノロジーにも深い関わりを持っています。量子の世界で何が起こっているのかを知ることは、新たなテクノロジーを生み出す手がかりにもなります。しかし、現実の物質を作る原子は非常に小さく、しかも複雑な振る舞いを示すので、 量子の振る舞いを直接調べることは容易ではありません。そこで、光で原子を捕まえる技術を利用します。まず、光を使って、私たちにとって都合の良い大きさや配列で原子を並べ、現実の物質と似た状況を作り出します。並んだ原子の集団に光を当てて、刺激を与えてみます。 刺激の後にどんな現象が起こるのかを調べることで、物質内部で起こる量子現象を確かめることができます。このようにして量子の振る舞いを再現して調べる方法を量子シミュレーターと言います。私たちは量子シミュレーターの開発を始めました。量子シミュレーターによって量子力学の謎が解明される日も、そう遠くないのかもしれません。